パームベイはアメリカ合衆国フロリダ州南部ブレバード郡の都市である。2010年の国勢調査による人口は10万3190人であり、郡内では最大である。2010年時点で人口54万3376人のパームベイ・メルバーンタイタスビル都市圏の主要都市である。パームベイとなった地域の最初の定住者は、 ティムクア族インディアンであると考えられており、一帯を流れるインディアン川とターキークリークの合流が生み出す、野生動物、魚や貝などの豊かな天然資源、それに淡水の湧き出る泉を生活基盤としていた。パームベイの近代の歴史は、1850年代にヨーロッパ系移民がターキークリーク沿いに家を建てたのが始まりとなった。当初は、 ティルマンと呼ばれたこの開拓地は、まるでハンモックのように、ターキークリークの両岸に、大半の木は、松とサバルヤシで、他には砂に打ちのめされた、多くの低木、いくつかの沼しかなく、その間を、ソーグラスとガルベリーの茂みが散らばっていると、表現された。19世紀半ばまでに製材、食品加工場とオレンジ園があったが、1894年に、 鉄道が延伸されるまでの成長は、緩慢だった。鉄道によって、商品の流通は改善され、市場へ速やかな出荷が可能となった。1910年から1914年の間、ティルマンの町は、インディアンリバーカトリックコロニーと呼ばれる、土地開発会社の本拠地になった。農夫たちは二規作に取り組んだものの、土壌はすぐに悪化し、開墾は失敗した。 それでも残ることを選択したものにより現在でも残っている最古の建物、セント・ジョセフ教会をミラー通り沿いに建設された。1920年代、ターキークリークの河口にあるキューバ・サバルの樹林に囲まれたパーム湾が教会になり、町の名前をパームベイと改名した。ティルマンの実業家集団がメルボルン・ティルマン排水地区を設立し、 費用を賄うため150万ドル相当の再建を発行した。1922年からはパーム湾の西の湿気が多い土地4万エーカーの排水のために総延長180マイル、80本の運河が格子状に掘られた。この運河で洪水を防止し、湿地を農地に変えた。柑橘類の木が植えられ、冬の産品をフロリダインストコースト鉄道で アメリカ北部の市場に出荷した。再建の返済のため、農夫たちは、製紙会社に、木材や土地を売った。1926年、春節期の火事や激しいハリケーンの被害で、パームベイは、経済的に落ち込んだ。結果的に、メルボルン・ティルマン排水地区は破産した。1959年、ジェネラル・デベロップメント・コーポレーションが、 ポートマラバーと呼ぶ大型住宅開発計画のためにパームベイの土地を買収し区画割りした。この発展に伴い1960年1月16日に自治体化された。開発計画により市の領域が拡大されるまでの人口はわずか2808人だった。この時点以降市の積極的な開発はジェネラルデベロップメントコーポレーションが主導して行われた。 同社は区画を整理して通りの多くを建設し、現在も残存する家屋の多くを建設して販売し、水処理場も建設した。この水処理場は1991年に同社が破産した時に市が買い上げた。パームベ市は2003年から2005年の3年連続で全米都市省の最終選考に残った。2008年、元、ボート。 マラバーカントリークラブがわずか30万ドルと再評価された。これは地下水に含まれるヒ素の浄化のためには1200万ドルを必要とすると見積もられたために基本的に無価値とされたためだった。2009年度の使用算にはジェネラルデベロップメントコーポレーションの管理時代から放置され老朽化した道路の改修費用が計上されたものの不十分な金額であった。 2009年5月、道路補修のための予算を含む再建発行計画が住民投票にかけられたが圧倒的多数で否決された。鳥類のフロリダカケスはその住みが破壊されても縄張り意識が強くてよそに移ろうとしないために絶滅が危惧されている。2009年、ブレバード動物園が市内に残っていたカケスの家族15組を ミムズにあるバック湖自然保護地域に移した。パームイは、北緯27度59分52.52 52秒、成形80度40分12.03秒に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局による報告では、地域全面積は66.75平方マイルで、このうち陸地が63.35平方マイルであり、水域は3.1平方マイル。 水域率は4.64%である。パームベーシは北西部、北東部、南西部及び南東部の4区画に分けられることが多く、そのそれぞれに複数の郵便番号が当てられている。最も都会化されているのは北東部である。最も田園部が残るのは南西部であり、ザコンパウンドと呼ばれる地域が入っている。この地域にはボンバルディアレクリエーショナルプロダクツ社がある。 ベイサイドこの一部がこの地域にかかっている。市の一部では、排水が問題点であり続けており、これはジェネラルデベロップメントコーポレーションから市に突然、移管した時に、将来の成長や適切な排水のための計画責任が渡されたためだった。この問題は2000年以降の市の職員によって、設計と建設を続けた結果で緩和されてきた。1990年代初期、 市の西部にあるサッカー場や運動施設のあるパームベイ地域公園が建設された。これは自然体にわたる公園とレクリエーション地域の中では最大のものである。ターキークリークサンクチュアリは市北部にある小さな自然保護区である。パームベイの西にはセントジョンズ川、ソーグラス湖、ヘレンブレージズ湖、インディアンフィールズ、セントジョンズ湿地があり、オセオラ群がある。 東には、グラントバカリア町、マルバー町とインディアンラグーンがある。北には、ウェストメルボルン市とメルボルン市がある。南は、ディアランとセントジョンズ湿地がある。ラグーンハウス以下は2000年の国勢調査データである。25歳以上の市民の87.6%は、高校卒以上、20.9%は、学士以上の学位を持っている。2008年の国勢調査局統計によれば、 パーム米は全米で25番目に成長速度の早い都市となっている。次の企業が市内に拠点を置いている2007年、パーム米市の平均労働力は49,935人だった。このうち47,542人が非雇用者、2,393人が失業者であり、失業率は4.8%だった。しかし2010年には、 失業者数6571人、失業率12.7%に上がっており、軍内でも最高になった。2008年に534件の住宅について403件の建設許可が下りた。これは2007年の739件、2006年の1771件からは減少している。 2007年の住宅所得価格中央値は166,500ドルだった。パームベイ氏は市政委員会、シティマネージャー方式を採用している。この仕組みでは選挙で選ばれた委員会の政治的指導力と指名されたマネージャーの管理経験とを組み合わせている。あらゆる権限が選出された委員会に集中する代表制度と公共事業の振興を監督する。 職業的に訓練されたマネージャーを委員会が雇用する仕組みができている。市長と市政委員会が市政府の立法府である。その委員は地域社会の意思決定者となる。市長は委員会の会合を主催し、あらゆる儀礼的な行事では市を代表するものとなる。権限は選挙で選ばれた市長と市政委員会に集中し、市の予算を承認し、税率を決め、 社会の成長、土地の利用と開発、資本力の改善計画、財務及び戦略的計画など、長期的な課題について、目標を定め計画を立てる。パームベイ市では、市検証に従い、市政委員会は、市長を含め5人の委員で構成される。シティマネージャー、市検察官及び、市事務官の3つの役職が、検証によって創設され、市政委員会が指名し、 市政委員会に直接報告義務を負う。市ティマネージャーは、市の運営に関する全ての活動に責任がある。市ティマネージャー市の管理を補助し、市検証、条例、決議、財務状態及び市が適切に機能するために、要求される様々な手続きや政策の執行を補助する専門的スタッフを雇用する。現市長の町おティは、過去に2件の契機を務め、 公民権が回復されていないことが1999年6月に発覚して州知事のゼブブッシュから市長職を解任された。マチオッティはペンシルベニア州でマリファナを取引した容疑で27ヶ月間連邦刑務所に入り、またカナダとの国境を越えてアンフェタミンを密輸入した容疑で有罪を宣告されていた。さらに17歳の時に 強盗の逃走用自動車を運転したことも分かった。町おっきは公民権が回復された後に再度市政委員会選挙に出馬し当選した。2005年と2008年には対抗話で市長に当選した。パームベイの市長としては最長期間を務めている。2007年の市の課税対象固定資産評価額は58億4000万ドルとなっている。この額は 軍内で最大である。2010年、市は市の歳入や歳出を検索できるデータベースを公開した。2010年時点の市職員数は913人である。2008年、市警察部は DNA サンプルを適切に集めることで警官に対する表彰を得た。当時このようなことを行う警察組織は世界唯一だった。2009年時点で 公共事業部は、総延長545マイルの上水道、同300マイルの下水道、2250カ所の消火栓を管轄しており、職員数は120人である。2010年で消防士の年金について、財政的な問題があった。消防士は、毎年平均7100ドルを受け取り、時間外手当として5590ドルを支給されている。 彼らは28年間勤務した後で基本給を100%受け取る資格がある。2006年、パーム米の消防士は軍内で最高の給与を受け取ることになった。2010年に平均年給が6万8000ドルを超えた。この1年間で得られた追加額も退職後に有効になる。 このために2010年の退職者で47歳の者が元の給与75,540ドルに対して年金86,580ドルを受け取ることになった。2009年の調査ではパームベーの犯罪統計で400都市中の263位に位置づけられ特に第1位の都市は最悪になっていた。統計に使われた犯罪は殺人、強姦、強盗、 過重暴力、窃盗及び自動車窃盗である。ヘリテージ高校市内の公立学校は全てブレバード、軍教育委員会が管轄している。市内には小学校11校、チャータースクール6校、中学校1校、高校3校がある。私立学校も3校ある。またブレバードコミュニティカレッジのバームベイキャンパスがある。市内を通る主要道路は以下の通りである。 メジャーローズインパームベイ,インクルード、デグルート道路より、西の地域では、ほとんどの道路が未舗装である。ありがとうございます。